畑雄二は奈良県生駒市出身の元プロ野球選手、コーチ。智弁学園高校1年生時、背番号は16で夏の全国選手権にて甲子園出場を果たしたが、控え投手としてのベンチ入りのみで試合出場はなかった。3年生時には背番号1を背負うエースとして第73回選抜高等学校野球大会。 第83回全国高等学校野球選手権、全国大会と甲子園大会に連続出場を成し遂げ、春の選抜では岡崎大地とバッテリーを組出場、夏の選手権では前日の岡崎、1年生ですでに、レギュラーであった2学年下の梶前隆一らと共に出場し、春夏合計で4試合全てにフルイニングで登板した。選手権では1回戦は、 静岡市立に13の2、2回戦は前橋港に3の0と高騰し、勝ち進むものの、3回戦で攻撃で30、殺されるなどチャンスを潰され3から4で、松山賞に赤敗。その後、秋の宮城国体では、準優勝を果たした。2001年度プロ野球ドラフト会議にて、寺原隼人の外れで横浜ベスターズから1巡目、指名を受け、入団。 一年目から一軍で起用され、10月9日の対、広島戦では、プロ初勝利を挙げている。2005年6月17日の対楽天戦で3年ぶりのプロ2勝目を挙げる。8月9日、フルキャストスタジアム宮城での巨人戦での佐々木和弘の引退登板試合に先発。清原和弘の第一打席前で降板し、佐々木にマウンドを譲った。2006年は、 シーズン前半戦に先発ローテーションのメンバー入りを果たした。6月12日までに自身最高の4勝を挙げたが、その後シーズン中盤から後半にかけては、敗戦ゲームの中継投登板がメインとなり、勝ち星は挙げていなかった。同年10月12日、ヤクルト戦で久々に先発投板し5回に、失点ながらも味方の援護により、 4ヶ月ぶりの勝ち星となるシーズン5勝目をマークした。2007年は、故障によりシーズン開幕からは2軍スタートとなる。救援明けの後半戦より1軍登録、8月4日にシーズン初勝利を挙げるが、この1勝に止まるなど結果を残せなかった。2008年はわずか2試合の当番に終わり、防御率も23.63と打ち込まれるなど、散々だった。二千九年は、 プロ入り後初めて一軍登板がなかった。2010年から投球フォームを再度スロー君のスリークォーターに変更した。7月18日の対巨人戦で9回表に3点ビハインドの場面で2年ぶりの一軍登板を果たして無失点に抑えると、その裏にブレッドハーパーが逆転サヨナラ満塁ホームランを、内ちチームが逆転勝利をしたため、 三年ぶりの勝利投手となった。しかし、2011年は再び一軍での出場はなく、二軍で21試合に登板し、防御率3.38であった。同年10月9日に戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。2012年は、台湾、中華職業棒玉大連盟のラマゴモンキーズで入団テストを受けたが、不合格。 同時にアジアウィンターリーグに台湾代表のチームで出場していた。2013年5月2日にベースボールチャレンジリーグ富山サンダーバーズへの入団が発表された。2014年シーズンからは富山のコーチ補佐を兼任2017年シーズンからは選手としては引退し、投手コーチ選任となる。2017年シーズン終了後に退任。同年のシーズンオフより、 横浜 DNA ベイス,スターズベースボールスクールのコーチに就任し、子どもたちへの野球指導を行っている。ありがとうございます。